こんにちは、金黒です。今回はソニーハンディカム HDR-CX480 を買っちゃった開封編です。実は我が家にビデオカメラのソニーのハンディカム1台あるんですね。家族がスポーツを撮るのに使ってて、今回買ったものよりグレードの高いプロジェクターが付いたタイプのやつがあるんですね。ただ私は触ったことなくて、今回この自分用に HDR-CX480 を買いました。今回買った商品はソニーのハンディカムの中でベーシックで一番お安い商品なんですね。これをなぜ私が今回買ったかっていうのはまた別の動画でアップしたいと思いますが、いろいろ調べてこの機種にしました。それでは早速この本体の方を開封してみましょう。いつも開封するときってちょっとワクワクしますよね。ちゃんとまず保証書、それから製品登録のおすすめ、そしてマニュアル。ここからがいよいよ本体です。じゃんと、こんな感じで、これは接続するときのケーブルみたいですね。こちらは HDMI ケーブルのようですね。この HDR-CX480 のカラーバリエーションは2色で、こちらのホワイトとこの写真のブラウンなんですが、最初店員さんが持ってきてくれたのがこのブラウンで、私の欲しかったホワイトかちょっと心配したんですが、ちゃんと中身はホワイトが入ってました。まずこの HDR-CX480 のファーストインプレッションなんですけど、非常に軽量コンパクトですね。この横幅も小さいですし、このレンズの径も 37mm とちょっと小ぶりの径で、あとプラスチックでできてるっていう感じで非常に軽くて、まだバッテリーがついてないのもあるかと思いますが、非常にコンパクトで軽いかなと思います。上位機種と違ってこちらにアクセサリー収がなくて、この上にマイクを乗せたりすることは直接はできません。ちょっとバッテリーつけてみましょう。開けてみますね。こちらにカチャンと差し込むような感じなんですが、まあ、バッテリーつけてもかなり軽量だと言えると思います。こちらに望遠とズームの切り替え、こちらがフォトって書いてますんで写真を撮るということでしょうか。それからこちらの裏面に録画ボタンがあります。そしてこちらが充電する DC、 それからこちらの方も開くみたいで、こちらに USB が刺さるようになってますね。それで外部の特徴ではこちらの方がマイク、そしてこの 37mm 径が切ってあるレンズで、こちらの方にワイドコンバーションレンズを取り付けますね。液晶の方を開けてみましょう。こちらの方パカッと開けますと、あ、電源入っちゃいました。バッテリー入ってるみたいですね。中の方にもボタンが3つついてまして、タイマーのボタンと再生ボタンと、それから撮影している人の声を消す、何でしたっけ、マイボイスキャンセリングボタンというのがついています。それからこちらの方がパカッと開きまして、マイク端子とヘッドホン端子、そしてこちらの方を開けますと HDMI ケーブルを挿すところとマイクロ SD カードを挿すところ、そのようになっています。いきなり起動しちゃったんで、このように最初の設定するようになってますね。まずはこれ国の設定ということでしょうか。今東京ソウルになってますんで、これどこで選択するんだろう、ちょっとわからないです。あ、いきなり設定しようと思ったらバッテリーが切れちゃいました。ちょっと充電してから設定してみます。